ぼっち大学生と陽キャ大学生。たまに社会学的な話やりたくなるんですよね。ある大学に仕事で出かけたんですけど、ちょうどランチタイムでございまして、まあ、学食は大変に賑やかです。また、この大学は、ラーニングコモンズのような机があるラウンジがキャンパス内にたくさん設置されている、非常に居心地のいい居場所がいっぱいある大学でございまして、 あとはまあ、教室で友達と一緒にご飯や弁当を食べてたり、で、そのラウンジで、まあ、4人ないし、2人の机で、まあ、グループでご飯を食べてる。これ、マンモス大学だと本当に居場所がなくてきついです。階段とかしか座るとこないみたいなね。で、今時の大学は、ぼっちに優しいので、そういったラウンジや学食でも、壁際に一人席があって、下手すりゃコンセントもあって、あるいはいわゆる自習室のように、 一人一つずつ、こう、三方向、壁で仕切られた一人席もあって、最近の大学は、一人でご飯食べてても痛くない。そういう大学、増えてます。これも、マンモス大学ほどそういう場がありません。なお、街のど真ん中にある大学であれば、学食で一人飯とかじゃなくても、街へ出ていけばですね、学生街があるというとこもあるんですが、そういう大学の方が少数派ですね。私なんか寂しがりなんで、 こう一人でご飯食べてると痛々しいって思われちゃうかななんて考えちゃうんですけど今の若者はあまり気にしないのかもしれません僕の大学生時代なんですけど東洋大学12年生埼玉県の朝霞市にキャンパスございまして僕は岐阜県から出てきましたから大学のすぐそばに下宿しました大学から電車でちょっと離れたところに住むっていう人も多かったんですけど私は 授業の空きコマに自宅に速攻で帰りたかったんですよ。なので、徒歩圏内に住んで、家から自転車で大学まではたった5分です。ですから、お昼ご飯の時間になると、まあ、アパートに委託したりしてましたね。で、そのうち、同じ授業でできた知り合いと一緒にご飯を食べたり、一人の時は家帰ってましたね。あるいは、複数のサークル、部活に入りまして、えー、部室を使って、まあ、仲間と過ごしたり、まあ、あるいはいろんな知り合いを増やすと。基本僕はですね、 一人になりたいくせに寂しがりというメンタルを持ってまして、その難しい野郎なんですよ。だから、一人になりたいときは家帰って、まあ、仲間とワイワイやるのも嫌いじゃないんだけどね、っていう大学生活を送ってました。海外の大学、まあ、アメリカのトップ大学を取材してですね、主に、大体全寮制、しかも必ず大学のキャンパス内に巨大な学生寮があり、寮は4人1部屋とかで、 プライベートで仲間や先生と共に学ぶ環境がある。イギリスの大学なんか寮に教員まで住んでますからね。あとは同じくまあ寮が非常に充実している香港中文大学の学長にお会いした話を聞いたときに、大学生というのは授業外での友達や先生との対話、授業外の学習こそ大学生は成長する、伸びるんだっていうのを聞いて、長距離通学で親がいる自宅に帰っていく日本の多くの大学生たちっていうのは、 プライベートで学問を友達や親や先生と学ぶ場が全くない、圧倒的に学習時間が足りないって感じました。まあ、理工系や医療系は勉強づけかもしれませんけど、文系大学生が大学生らしく、学ぶっていうのはまあ、かなり劣るなと。欧米トップ大学やアジア圏の大学を見てですね。まあ、それだけで優劣を競わせるつもりはありませんが、日本の多くの文系特に私大生が。 あんまり勉強してないことは皆さん認めてくださるはずです。勉強してる人がいることは否定してません。で、東京、関西なんかだと、長距離通学で親がいる自宅から通い、地元でバイトをするという大学生は、正直、大学に精神的な居場所を求めてなくて、心ここにあらず、大学の滞在時間も短くする傾向があります。最近だと 1> 朝1限と夕方5限を取りたくないっていう人が多いって言いますね。まあ朝は通勤ラッシュもあるからですけれど、大学の滞在時間を短くして、できるだけ自宅やバイト先にいたい。だから僕は最近増えている駅前ビルだけキャンパスの大学って僕は嫌いなんですけどね。サークルの部室もないし。でも僕は嫌いなんだけど、今の大学生はそういうの別に嫌じゃないんでしょうね。ビルだけキャンパスって本当に居場所がないんですよ。 一応、ランニングコモンズとかはありますけど、冒頭触れた大学は、まだ授業の空きコマに一人になれるようなラウンジがいっぱいある大学だからよかったけれど、ビルだけキャンパスの大学の中には、本当に居場所がない大学いっぱいあって、有名大学だろうが、正直僕はそういうキャンパスはどうかと思う。私はね、好きだっていう人は止めない。個人的には、中央大学の駿,駿河台キャンパスじゃないや、あの、明河谷キャンパス。 名門中大法学部が都心に来たこと自体は良いけれどまあキャンパス見る限り居場所があるキャンパスとは言えず個人的には正直予備校や専門学校が駅前にあるのと変わらない校舎で個人的には残念かなうんで大学生は別に陽キャンになって群れなきゃいけないなんて僕は思ってません大学って一人になれる場なんですよ 高校までみたいにクラスで仲良くとかグループワークやってとかじゃなくて大学って一人で勉強したい人が一人になれる場でもあるんですよだから別に階段教室で500人で経済学入門やって一人で授業聞くっていうのは僕は全然悪くないと思うそういうのがあっても良い大学っていうのはみんな仲良しじゃなくていいまあ理系の研究室入っちゃうとまた別でしょうけどねそもそも大学教授の先生方大学教員の皆さんって一人になりたい人たちでしょ 一人で研究したい人たちが学者になってるんですよ。養気じゃないんです。まあ、そういう人もいるかもしれませんけど。で、大学生の中には、一人で勉強したいから、ほっといてほしい人っているんですよ。ぶっちゃけ僕もそうです。仲間と群れてワイワイやるの楽しいってのもわかるんだけど、一人になりたい、ほっといてほしい時間ってあって、僕も白山キャンパスの巨大な図書館で、あの地下の書庫に行って、古い専門書とかを一人で読んでるときの、もうこの快感たるやん。 というわけで、今時のアクティブランニングとか PBL とか、仲間とグループワークとか議論とか、なんか会社のプロジェクトで新しい商品開発するとか、はっきり言って僕やりたくないんですよ。一人で本読んどきたいから、ほっといてくれないそれで自分であの小論文書くからと、論文とかレポート書くから、なんかみんなで何かやるっていうのをやりたい自分とやりたくない自分がいて、やりたい自分もいるのよ。なんか、みんなでワイワイやりたい自分もいるんだけど、やりたくない自分もいるんですよね。図書館にこもりたい的な。 だから大学って、一人になれる場でもあるっていうのは、尊重してほしいなとは思うんですよね。一方で、じゃあ、ぼっちでいいかっていうと危ないと思うのね。僕は寂しがりだから、大学で幅広い人間関係をわ,わざわざ頑張って作っちゃったけれど、一人でいいやっていう人も多いわけですね。今の大学生でも。否定はしません。大学は一人になっていい場だから。でも、全く友達がいない人、ちょっと危ないと思うんですよ。 要は、頼る人がいなくて中退しちゃう人って絶対いますよね。で、最低限の人間関係ってものにやっぱ慣れておかないと、就活で積む。そう、コミュ力がない人と思われちゃうんですね。で、その、一人でいたいタイプの人、陰キャーとかコミュ障みたいなことを言うでしょ、今の若い人。そういう人が、基本的には学者タイプなんで、一人で勉強したい人はほっといてほしいのは尊重しつつ、一人でご飯食べてる人、別に構わないんだけど、 えっと、群れてる陽キャっていうのは、悲願で眺める存在ではない。その能力は、企業が求めるコミュ力なんですよ。なので、あなたが一人でコツコツだけでずっと学生生活を送ってると、気をつけないと就活で積んでしまいます。もちろん、評価される場合もあるでしょうけど。ということで、 付属高校から賢いのがいっぱい入ってきて群れてるのを見てうざいと思わず、付属出身者は憎まず利用せよというのが僕のアドバイスで、付属出身者だっていつも群れてるわけじゃなくて、所属する学部学科が違ったり、取ってる授業は変わっていくわけですね。そういう時に話しかけてですね、友達になって人脈、ネットワークを作って利用しちゃえばいいんですよ。これはね、早稲田の男子学生から聞いたんだけど、一番前で一人で授業を聞いてるやつより、一番後ろでガヤガヤやってるやつの方が成績が良い。 もちろんそんなのばっかじゃないですけどね。それなんだろうっていうのはちょっとみんなで、みんなで考えて、あのなんか、レポートやったりするみたいなのを、授業外学習で自然にやってたり、なんかね、というわけで、最低限の人間関係はあっていいんじゃないかな。えー、恋愛するしないは自由です。しない人は尊重します。いろんな人いますからね。ただ、仕事に夢中で30代になったんで、急に婚活しますっていうのは、みんなすごい苦労してるように見えるんですよ。それはやっぱり、経験値ゼロだからです。 経験値ゼロで、あのー、そういう体験を全然してないと男女ともに動きがキモいので選ばれない。なので、まあ、余計なアドバイスですが、学生時代に失敗しておくといいと思います。何でも挑戦です。えっ、ー、と大学はぼっちであることが許される空間です。でも薄くてもいいから広い人間関係をなんとなく作っておくことを一人になりたいタイプの人にはお勧めします。 一人で大学,大学行って、一人で自宅に帰るっていうのは惜しいです。誰かと助け合うような関係づくり。これは、大学から与えられたゼミやグループワークで、気の合う人に会える保証はないと思います。なのでさ、もうすっかりコロナで廃れちゃいましたけど、サークル活動とか学園祭とか、まあ、いろんな課外の活動、あるいは大学の外の趣味の活動とか、ボランティアとか、NPO とか、何ですか、起業家支援セミナーとか、なんでもいいけど、いろんなものに顔を出してみて、自分に合った居場所や、 気の合う人を探してください。大学生の特権は、高校までの学校や会社と違って、嫌な人は切ることができるんです。だから、あこのグループ所属してみたけど面白くないなっていう場合はやめちゃえばいいわけですね。付き合いたくない友達も切っちゃっていいです。大学生のうちはね。正直、上手にね。そういうことができるのが、大学生の特権だなって僕は思うんですよ。ということで、 学食で群れて食べてる人と一人で食べてる人を眺めながらこんなことを考えました。別にあのどっちがいい悪いとかではありません。